ノースランドは1920年代に収益したアメリカ沿岸警備隊のカッターである。船体は対抗理で最も早期の全溶接構造船である。手機はディーゼルエレクトリック方式であった。海票による損傷を想定してビルジキールは省かれている。またやはり海票によって推進機が損傷した場合を想定して搬送にも対応していたが、 これは1936年に撤去された。第二次世界大戦中には武装を強化し、50口径 7.6cm 砲1門と、70口径 20mm 機銃4門と、爆雷投火機場2条、爆雷投射機2機を搭載した。また対空捜索レーダー、対水上捜索レーダー、ソナーも搭載された。その後、マディーナイブリットとして、 欧州のユダヤ難民をパレスチナに運ぶ任務に従事していたものを1948年イスラエル建国に伴いイスラエル海軍に編入し後に A-16 エーラートと改名し正式に収益させた収益後はイスラエル海軍機関となり魚雷艇懲戒艇母艦として運用された難民に輸送中にはイギリス海軍の駆逐艦に 体当たり攻撃を行い、また、第一次中東戦争中には、m 1 9 6 6 5 m m 散歩を搭載した。1955年には二代目エイラートに名を譲って、マッツペンと改名され、軽流宿泊艦及び水上倉庫となり、1962年、スクラップ処分された。ありがとうございます。